はい、こんにちは。今回は依頼もありまして、まあ、タイトル通り LED を仕込もうかなと思います。もうすでに画面のここで、まあサムネでもね分かってると思うんですけれど、こちらじゃん、これを使ってLED を光らせていこうかなと。まあ非常に高価なもので、まあこれね模型ショップっていうか、まあプラモデルねのそういう量販店とか行けば置いてあるんですけれど、こちらを使って光らせようかなと。まあこれはまあいわゆるあれですよ、LED とかのそういった配線の知識のない僕みたいな方にはもうもってこいのものですね。まあ見ての通りちらっとこう値段も見えるんですけど、まあ非常に高価なものだよと。なんでなかなか手が出せなかったです。でまあね本当ね僕ねあんまり一回やったことあるんだけども、そんなねいつもやるわけじゃないんで忘れちゃうんだよね。ということでこれを今からやるのにどういった手段でやっていくかなというところをねお見せできたらと思います。まあこれがねあれですよ、あれですよ、ちょっと待ってね、電源を入れないと。いいよ、よいしょ、よいしょと。何だったっけ、まあ、今回とりあえずこれを使って光らせるんですけれど、僕みたいに知識のない方でもちゃんとできますよという感じです。まあ、とても高価なものでなかなか手が 出しにくい、まあ、LED これ1個でもう何百円、まあ、約1000円としてみてね、電池ボックスもね、まあ、これちょっと袋開けちゃったんだけど、電池ボックスなんかねめちゃめちゃ高いんだよ、これ1200円ぐらいするんだよね。ああ高い。で電池はね100均で買ってきた、うん、その方がお得かなと。でまずはこれが光るかどうかっていうの、どうもこの依頼してくださった方っていうのはこれをね車に置きたいと。ただね車に置くとあれなんだよね、車ってやっぱりその温度変化がとても激しいところだから、まあ乗せっぱなしにはしない方がいいんじゃないのかなと思います。これ開いてない、開けづら、まあよし、ちゃんとつくかどうかをチェックするんだが、使うのは CR の、えこれもしかして蓋がいるんじゃないの、これ電池、あここに引っかかるようになってんだ、一応ちゃんとこんな感じが、あ引っかかった引っかかった、よしよしよかった。でこれを差し込ん、赤と赤がこっち、なんかここにちゃんとこういう風に印がついてるんだよね。あもう少しアップにしようか、見えにくいね、よっと。もうちょっとカメラ、もうちょっとカメラ、こんな感じ。そう車に乗せてなんかセキュリティみたいな感じにしたいっていう話だったんでね。でこれをもうこんなように差し込むだけで電源を入れると、じゃじゃん、お光った、すげえかっこいい、ちっちゃ、あ眩しい、あなるほどね、いいねこれ。でまあこれね、こうなんでこんなにたくさんいろいろ種類を買ったのかというと、まあ、こういう三分岐ハーネスだとか、まあ要はこれを電池ボックスのここにちゃんとねこの線を合わせないと、 LED っていうのはねプラスマイナスがあるからね。でこれを間違えないように、これ間違えると確かに一発で壊れるような気がしたんだよね。 LED ってそうじゃなかったかな、違ったかな、と。そうこういうねウインカー用ユニット、まあこういったものを使えばウインカー用ユニットを使えばテールランプをパカパカさせることによってセキュリティっぽく見えるんじゃないかなと。まあ本当にこれを使ってでも僕のね知識っていうのは非常に乏しいので、まあいい感じできるか。でもヘッドライトはやっぱりね光らせたいよね、ということでこれとこれをこんな感じで、赤と赤をこうやって合わせてやればこのちっちゃい LED が2個とも光るはず。えいっ
じゃじゃん、ね、という感じです。よし、でこれでこの石、この一式で、あれですよ、一式でヘッドライトのユニットとして、でもう一式でテールランプ、まあなんであえてね別々にしたんだよね、その方がいいんじゃないかなと、うん、3つのランプの組み合わせによっては点灯しないパターンがあります。へー、わからない、とりあえずやってみよう。あれ、これもしかしてやらかしたかな俺。まあ大丈夫でしょ。これがウインカーユニットっていうやつね。まあね、ほんとね、まあ見ての通りこう今袋から開けてるんでわかると思うんですけれど、これ多分こっちにこの余った3分岐なんでこれでつくんじゃないのかな。一回やってみるか。つくかな。ついたら別に電池ボックスいらなかった的な感じ。一個つくとは思えないんだよね。多分これをつけると電気の供給が悪くなって白いランプまでほのかにこう点滅するような感じ、要は電気の供給が点滅のパターンに合わせて弱くなるからね、そういった現象が起きるのではないかと思う。まあ最悪つかない、電気不足でね。よし、やるだけやってみよう。壊れることはない、電気は足らないからつかないっていうだけでね。向きが逆。いいよっと。さあ、ウインカーユニットはどんな感じなんでしょうか。いかにもセキュリティっぽいよね。でもテールランプがパカパカするとね。えい、これはつかない。残念。電池が足りません。と、あ、違う。今スイッチ間違えてた。こっちじゃない。よっと。こっちだ。えい、あ、ついた。あ、ダメだ。でもやっぱり白に影響してる。ダメだ。これじゃダメだ。よし。電気の供給が不安定で、やっぱり別々やないとダメだね。電気が弱すぎる。まあ今、ちらっと見えたと思うんだけど、これでね。えいっと。こんな感じで。まあセキュリティっぽく。ちょっと、わかる。こんな感じでね。なかなかいいな。だけどさ、これウインカーユニットって書いてあるけど、ウインカーってこんな感じじゃないよね、光り方。ちょっとどうかと思うな。まあセキュリティとして考えればまあ確かにいいのかもしれないけど。よし、という感じで、これがテールランプについて、こう、まあ、一応ウインカーユニットって書いてるけど、ちょっとどうかなと思います。でこれを、ではまずこの白のヘッドライトの方、これをつけていくんですが、これをつけるときはここにね、ちょうどこう穴が開いてる。素晴らしいね。いかにもつけましょうみたいな感じ。まあこれ、あ、そうそうそう、車をね教えてなかった、お知らせしてなかったね。こちらです、オデッセイ。まああの前のね、所さんのやつ、うん、どうもその依頼してくださった方がこれと同じ車を実車で作ってて、まあ作っててとかできたんですけど、写真あの送っていただいてね、見せてもらったら、まあすごいね、びっくりした。あの正直いくらかかったんだろうって思ったね。でタイヤもあのムーンアイズに変えるっていうことで、いやあれはすごい、あれは実物が見たい、実物が見たいけどちょっとね遠いんだよね。ちょっとじゃないぐらい遠いんだよね、うん、でこれをまあこれでホットボンドでつけてしまおうと思います。こっち向きの方がいいな。こう向きでホットボンドで、 LED ってね熱に弱いんだよね。
熱に弱いんだけど、まあって言ってもこの程度の熱には別に大丈夫。ハンダ固定、ハンダ付けするときぐらいの、ああいうハンダが溶けるぐらいの熱っていうのには弱いらしいんだよね。じゃあどうやって付けてるのっていう感じだけど、まあ要は学校でね習ったような気がするんだけど、要はそれで熱が伝わらないようにうまいことやるみたいだね。まあうまいこと、僕はあまりその辺は詳しくないんで。よしよし頑張る。まだかな、まだ溶けんかな。今冬だから温まりが悪いんだよね。ちなみにこれもね100均で買ったホットボンド、今じゃ100均でいろんなもの売ってるね。まだ出ない、まだ出ない、まだ出ないので、その間に別の作業をしよう。テールランプを光らせるっていうことで、テールランプの部分に穴を開けないといけないぞという感じだね。さすがに2回目のね、この前あの動画でね作ったよね、のでだいぶ攻略した。この前のここのね扉がパチンなんつってねなっちゃったけど、今回はそうならないように前もってちゃんと加工はしました。やはり2度目っていうので作りはスムーズだけど、やっぱり人の手に渡るものっていうふうに思うとなかなか緊張するね。真剣に、あのさから落ちるな、よっこいしょ。こんな感じで合っとるよな。つける向き間違えたらかっこ悪いから、こう向き合ってる。よしで、ここに穴を開けないといけないよということで穴を開けます。光がちゃんと出るように、ね、穴を開けないといけないので、まずはここにグイグイと、こっちじゃない、センターを揉んでやらないと。よし、よし、もうちょっと、よいしょ、センターをクイクイクイと、よし。でそれから今映ってたかな、映ってなかったら申し訳ない、あまりにも近すぎた。で次はドリルで穴を開けると。ドリルで穴を開ける際にこれのだいたい幅っていうのをねしっかり測っておかないと。のぎすでどのぐらいかな、このぐらい開けておけばいいかな、1ミリ、1点ちょいぐらいあるな。これで見ると 1.5、 まあ 1.5 ぐらい開けておきますか。ということでこれも100均、 1.5 のドリルで開けます。このピンバイスは100均じゃない、ホームセンターで買った。作業に集中しちゃってるんで、あれ入らない、クソやらかした。まあもうなんだ、うだうだ、申し訳ない、こっちでよかった。急いでやってるような感じに見えちゃうけど急いでやってます。手に刺さらないようにね、まあ本当怪我しないようにね、いつも言ってるけど怪我だけはしないように。慌てるとね本当にろくなことないからね。
よし、OK。で、よいしょ。エアでぶっ飛ばす。こういうのでね。で、こっちをヘッドライト。テールランプをまずこっちからつけますか。こんな感じでいいかな。キュッとこうちょうどぴったし。でまずはこれはさすがにアップにしますか。できるだけ撮影場所に気をつけて撮りますので、ああいう作業しますので、こんな感じでね線を持って、まずは電球をちょっとはめるだけで、その下の部分をこれでちょっとこう止めてあげるよと。でホットボンドでこう固定してあげると。ホットボンドでやる理由としてはね、すぐにこう固定ができるからね。よいしょよいしょ。ね、もうほら固まった。特にこの時期ね寒いからね、すぐに固まってくれるんだよね。でこれをまたこっちから、いいよ、ちょっとバリが出てる。よし、こんな感じでここにキュッとはめて、この下に配線を垂らしてあげながら、ここもホットボンドでピトッと仮止め、いっと。でこのままふーっとしてあげるとだいぶ、うん、早い、本当に早い。でこのままこの状態で、今ここはしっかりライトがはまってるんで、まあ一回この状態でちゃんとどうなるか見てみようか。あ、こんな感じね。まあいいんじゃないのかな。でここをピッとしっかり固定。ピッとしっかり固定。これがこうテールランプでこうやってつくとしたら、うん、まあ悪くないな、いいな、結構こういうの遊び心っていうのがいいな。てかそもそもこの車を作っちゃったっていうのがすごいね、実写でね。なかなか、なかなかすごいと思うよ。で今度はヘッドライト、ヘッドライトはここに、これもこう向きにつけて、ここで一旦固定して、ここにピッといった。あとで余分なところを、あ、映ってなかった、申し訳ない、大丈夫、もう一箇所あるから。あ、手にくっついちゃって、これをここにこの向きを間違えずに埋め込んで、こうも、こうしてこう持って、ここをちょっと固定、映ってるかな、映ってるね、いいよ、ピッと、よし、ピッと、よし、 OK。で確認。ああ、かっこいい。ヘッドライトがつくっていうのはかっこいいな。ちょっと消してみようか。こんな感じね。うん、眩しいね。よし。で、で、ここをしっかり。固定と、手にしっかりくっついたと。よし。でこっちの穴も
よし、もう一回確認。あーいいね、いいな、ドライと光るとかいいよね、いいな、実写いいな、これはいいな。まあという感じで組み立てて、ここまでできたらよいしょ、今度は組み立ての作業に入りますが、これもまた仮止めを、仮止めというか、まあ一回こうはめてみてね、その具合っていうものを見てみようかしら。よし、エロい、うわいい、ほらほら電気消そうか、ほらへへいいな、すげえ、カメラだとね分かりづらいんだけど、すごくいい、実物見るとね、これはいいわ。あーやっぱいいな、こういう装飾って、で電装の装飾ってね、いいね、やっぱりすげえ全然違う、かっこよすぎる、またいいところにちゃんと綺麗にかまったな、いいな、よし完璧です。でこの配線っていうのはまたねしまっていかないといけないんで、このまあ一回ね組んでたんで雰囲気は分かってるんでね、で電池ボックスを今度隠さないといけないというのがあるんだよね。で電池ボックスはどうしたかというと、このキットの場合だとここ、まあガソリンタンクだったかな、ここはがをここか、あれですよ、あれです、超音波カッターは、まあ僕の場合持ってるんで、それでこう切っちゃって、こういう風に蓋式にした。でここにこことここに、でこれもこことここにマグネットでこうやってピチンと、ほらね、マグネットでこうくっつくように。でも完成した状態でこうキットをねこうやって持った状態で、ここをこうやってもう力もそんなに入れずにね、こうポロンとこう取れるよと。でも自然には取れないぐらいマグネットなんでね、ネオジム使ったんで、まあよっぽど取れないでしょうという感じです。でここを開けるとこの電池ボックスがこう見えますよと。でここからまあちょっとね線を余裕を持たせて置けば、まあ、この電池ボックスをこうね持ってこうマイナスドライブとかで引っ掛けながらこうピーンとこう取ってもらえば取れるなと、電池交換もできるなと。でここにもこう穴を開けておいたんだよね。でここによっとこのスイッチをこういうふうに、つけてあげようと。ここもね超音波カッターで切っちゃった。こっち向きだったかな、いやこうだな、うん、2つこうやって並べればねいいかなと思ってね、よっと。ここにつけることによってタイヤ、まあローダウンなんでね、スイッチが邪魔になることもないかなと。そう、結局こういうのやるときってスイッチにも困るんだよね、どこにどう置けばいいかなとかね。こんな感じでこうね出てくるよと。でここでスイッチのオンオフがこう一個一個できるように、まあ両方一気にこうやってやってもいいしという塩梅でここにしました。でここもホットボンドでこうね、ちょちょっと、だけどこれはここで一旦ちょっと止めておかないと、ここに車、これが乗ってくるんで、これが邪魔にならなければいいんだよね。そう、もうこうやって見るともう線が邪魔になっちゃうから、こいつを倒しておかないといけないんだわ。そう、こいつを倒すのがなかなか緊張する。えいえいっと、
こいつも反対側の方に、えいえいと、しっかり倒してあげて、配線が干渉しないようにね、ほら、で、この後にこれをこうやってつけても、ここだな、うん、邪魔になってない、OK。まあこのねキットというかこの設備 なんて言えばいいのかなユニットって、まあ本当あともうちょっと安ければねすごく売れるようなもんだと思うんだけど、まあなんせ高いんだわ。まあそれもあってね、なかなか個人ではちょっと使えないんだよね。依頼品だったからっていう理由でまあ今回は使えたんだけど、自分ではなかなかだな。まあ、こんな感じでホットボンドでこうまた止めてあげればね、しっかり固定もできますよという感じです。あー、天靴して、でここに電池ボックスをこうやって入れるような形かな。でここをこうやって閉じてあげれば、で電池ボックスはここにこうやってしまい込んであげて、まあ適当にね押し込んじゃえばいいからね。でこれをこう向きかな、こうピタッとやってあげれば OK だよと。でまあここにこうやってスイッチがあるから、これでオンオフしてもらうと、まああと組み立てた時にねヘッドライトがつきますよという感じでございます。まあではね、ここからまあこう配線を隠しながら、まあ、服もね引き回ししながら作業を進めていくので、また組み上がったら見てもらおうかなと思いますので、一旦カメラを止めさせてもらいます。ということで完成しました。こんな感じ。一応ねナンバーもその依頼してきてくれた方に、まあ、情報いただいてね、ナンバーも作ってっていう感じになりました。まあまあうまくできたんじゃないかなと思うんだけどね、いろいろねトラブルがねこれでもねまたあってね、大変だったな。前回もね同じの作ったんですけど、その時はここのね窓枠がガッチガチではまらないみたいな感じで自分のやつ失敗しちゃったんだけど、まあ今回はねそれを前もって分かってたから攻略してやってたんだけど、そうしたら今度はね車体のボディ自体がだいぶ歪んでて、それでちょっとね悪かったな。結局かなり手を加えたような状態になっちゃった。まあちょっとやっぱキットが古いとね辛いね組み立てるのが。なんでやっぱり生産ロットとか、まあなんだろう、保管方法かな、そのメーカーとかの悪さがあったのか、まあ古いからかな。要はこのボディがどうもね曲がってたみたいで、窓ガラスがこう綺麗にくっつかなかったんだよね。困った、かなり困った。なんかまた前回とは違うトラブルにね、だから窓ガラスも全部バラバラにしてね、結局なんか大変だったな。まあでもこれでね依頼してきてくださった方がね喜んでもらえれば、まあ本当いいんだけどなと思いながら、まあ少し心配はしております。まあでも我ながら、そういうトラブルにも会いながらも綺麗にできたんじゃないかなと思います。ということで、その点灯したらどんな感じかという感じですけど、一応まあこういった形でね、まあ、今電気消したんだけど見やすいように、後ろにここにこういうねスイッチがあるよと。でここが電池ボックスをしまってやる場所、磁石なんでねこんな感じ、これをまあこんな感じで、ね、引き出せば電池交換もできていいんではないかと。でこれマグネットだからこうやってパチッとつけるだけで OK。でこんな感じ、ヘッドライトで、車のねセキュリティに使われたいっていうような感じだったんでね、こっち見えるかな、こんな感じで
まあ夜こうとかね、暗いところで、あの車のまあセキュリティもどきだけどね、まあこんな感じで稼働してますよっていうのが分かってもらえるんじゃないかなと思います。うん、このテールがパカパカするのいいな。うん、ヘッドライトがパカパカすると変だからね。まあ一応その飽きた時のためにあえてスイッチを2つにしたんだよね。まあそうなっちゃったって言えばなっちゃったんだけど、まあこうやってヘッドライトを照らしてくる、つけていくだけでもね、まあいい感じの様にはなってるんで、まあなんとかこれでやっとこさできました。ちょっと時間かかっちゃったな、トラブルがいろいろあって。で今回このセンターのラインとかでもあれだったんですよ。なんていうのかな、かなりデカールが劣化してて割れてたりだとかしちゃってね、まあひどかったな。うん、まあでもなんとかなりましたわという感じで、あとまあそのね、ここに専用のこの依頼してきた方のねナンバープレートもちゃんと作ったんで、それも貼っておしまいかな。一応ねこういうのが出てるんだよね、こういうナンバープレート表っていうのがね。うん、すごくいいよこれは。あでもね使いづらい、これもねすごく扱いづらかった。ちなみにこれ西日本東日本っていうような形で販売されてて、これは東日本の方だね。うんうん、不死身のやつなんだけど、これも結局このなんだろう、当てて擦りつけてピロって剥がすやつなんで、もうすごい難しい。特に字がね、ナンバープレートのその大きい数字のところはいいんだけれど、小さいところのね、ああいう県名とかね、都道府県名が入ってるところっていうのはすごく小さいんで、しかもその後のあの330だとかね、そういったところが、まあ結構苦戦したな。ナンバーになんでこんな苦戦するんだとか思ったけど、まあ前回他のね別件で使った時もね、まあかなり苦労しましたわ。まあという感じでできました。ではまあ一応ね、電気をつけた状態でお立ち台に乗せて見てもらおうかなと思います。まあまたねこういった LED ね、僕もこれで徐々になり始めてきたらね、いろんなキットにもね導入していけたらなと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。